のインサイトになります。発売からもうすでに1ヶ月ちょっと経ってるんですけど、2500台の販売が、今すでに達成しております。で、僕まあ初代のインサイトも乗っていたので、オールアルミの世界最高燃費を当時、叩き出していた車ですね。そして2代目のインサイトはリアのハッチバック型になりましたね。初代インサイトは2ドアクーペでしたけれども、はい、2代目になると、ハッチバック型になり、ちょっとファミリーカーユースがとても色濃くなりましたけど、普及を狙った車でしたね。そして今回の3代目になります。なんか日常からもうストレスなく、当たり前のように、使える、まあ、そういった車を目指して、今回の選ばれたボディはセダンになっております。室内はこういうイメージです。イメージじゃないですね、もう、はい、絶対カットしません今日は。はい、リアは3人掛けで、グレード表記はないですね。はい、LX と EX と EX ブラックスタイルというのがあるんですけど、クロームなんですけどもブラック加工してあると、ブラックスタイル、一番いいグレードのものです。で、これクロームですよね。日本仕様は、アメリカ仕様はこういったところクロームじゃないんですけど、日本仕様はクロームになってます。はい、かなり広々しておりますね。はい、519リッターと確か聞いております。もう僕の完全に今記憶だけで話してますので間違ったらすいません。で、引くとトランクスルーです。よいしょ。あー、これいいですよね。これ環状骨格が、まあ、見えますけど、リアのバルクヘッドの環状骨格が見えますけれども、以前ではここにバッテリーがあったので床面が相当高かったですけれども、今とても低いですね。高さも十分あります。はい、で、バッテリーはどこに行ったかというと、バッテリーはこの下です。ハイブリッドバッテリーは、なのでリアシート下に移動したので、トランクスペースも確保できてるし、トランクスルーもできるっていう形になっております。はい、後席の広さ感は、はい、こんな感じ。結構余裕ありますね、膝元。頭上も、はい、こんな感じ。結構というか、お尻ピタッとやるとちょうどぴったりぐらいですかね。はい、まあ高さ的には余裕はないですけれども、まあ十分とも言えるかと思います。今回結構このデザインに凝ってるんですよね。この、ルーフのスラントしていく感じであるとか、下がっていく感じであるとか、で、さらにこのフロントのデザインと確立するためにも、12ボルトバッテリーが実はこの車ここに入ってます。シフトリンケージの下側、ここの空間に12ボルトバッテリーが入っており、フロントからは12ボルトバッテリーを出すことができたので、フロント周りのデザインをシャープにできたっていう、そういう、からくりです。はい、スタートボタン。当然ハイブリッドなので、まあ、エンジンはかからないですね。まあ、バッテリーがカラッカラならかかると思うんですけれども、 USB ケーブルがあって、はい、12V いいですね、こういうあたりので。 EV ボタン、スポーツボタン、そして、エアコン周りとかも、統合しながら、燃費よく走ろうというEコンボタンもあります。で、電子シフトになりました。あ、ブレーキホールドとかもついてますね。まあ、このあたりはちょっと高級車の匂いがプンプンします。ブラックスタイル、上級のブラックスタイルになると、この内装周りの革、これ本革シートも先ほど言った366万円の中に入ってます、オプションで。で、この本革シートの素材が変わったりとかが、ブラックスタイルですと、変更点としてはあるそうです。特徴はこちら側のメーターはもう機械的に備え付けで、こちら側は実は7インチの液晶モニターになっております。なので、ハンドルのこのホームボタンをポチッと押すたびに、これがで、くる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 、このダイヤルを回すとこの表示が変わります。今回燃費は34.6点いくつ、はい、まあ、燃費も大事なんですけれども、気持ちよさとか、走りの良さとか、上質さ、静かさ、そういうのも、大事に車を仕上げたと言っておりました。はい、あとは
ホンダセンシングとかはもう当たり前のように当然ついております。ちょっとなんかこの辺りが寂しい感じで、少し質感もう少しこの辺りちょっとここもったいない感じしますけどね。はい、まあこれはオーナーの方々というか興味がある方々それぞれの方の感性で判断してもらう部分なので僕は言いません。はい、しかし使いやすいですよね、こういったところ。ホンダらしいです。ちなみに、はい、ここドリンクホルダー2個あります。肘や掛けを開けるとここ深い荷物置きですね。この手前のドリンクホルダー外れます。はい、いやこれ使いやすいですね、やっぱホンダは。で、はい、これは肘置きとして、はい、前に出てきます。で、無限のパーツかな、ここに2センチぐらいのかさ上げがアイテムがあって、それやると肘が置きやすいとか、まあ、そういうアイテムも、続々と出ております。さあ走り出します。もう走り出してまず最初のファーストインプレッションというか、もう直感的に思うのは、静か滑らか、高級車です。この乗り味、ハンドルからのフィードバックというか、このずしっとしたハンドルの感じも高級感ありますね。お、ブレーキもコントロールしやすいですね。スムーズにスッって今止まれましたよね。ガクンってなんなかったです。こういうのハイブリッドなかなかしやりづらいですけど、まあ300万オーバー、366万円この車、ブラックスタイルで362万円でしたので、もうオプションいろいろつけていくと、だからブラックスタイル一番上を超えてる今車の仕様の状態ですけれども、やっぱもうその価格高級車なので、こういう乗り味はまあ当然かと思います。そう考えるともう少し質感ちょっと欲しいかなって個人的には思いますけども、何様だって感じなので、はい、ちょっとやめときましょう。いやー走り出し滑らかですよ。当然ですけど、こういう低速領域はもうモーターだけでこの走りますので、でそもそもハイブリッドシステムのこと何にも説明してなかったですね。これ IMMD です。で IMMD っていうと CRV とかステップワゴンであるとか、オデッセイであるとか、あともう一台オデッセイ、 CRV、 ステップワゴン、すいません、怒られるな、これオーナーの人に。あります。でその IMMD とはちょっと違うというか、排気量が違うんですよ。他の4車種は全部2リッターですけど、これは初めてです。 1.5 リッターのアトキンソンサイクルで、まあ、高効率エンジンで、IMMD です。なので低速は、この 1.5 リッターが動いたとしてももう全部発電機としてしか動かないです。でその発電した力で電気でもって、車は電気モータードライブします。 EV ドライブ、 EV しますね。 EV 車のように静かに滑らかに走ります。まあエンジンが始動する分その分の音はしますけど、いやこれブレーキタッチがいい、踏み始めからいいです。多くのハイブリッドがブレーキの最初パッと足の起きた時に回生ブレーキがパンとスイッチが入るようにグッと効き出すんですけど、そういった感じが少ないですね。なんか乗せた通りに、パッと鋭く乗せたらグッと効きますけど、そろっと足を乗せたらじわっと効くような感じでいいですね、これタッチが。でこの IMMD はその低速時はエンジンが発電機、モーター駆動をするっていうモータードライブが主体ですけど、高速道路行くとモーターってどんどん発生トルクが落ちてきてしまうので、高速道路苦手なんですね、モーターは。なのでそういうエネルギー効率が悪い高速道路になると、そこが逆に得意になる、中回転以降の回転数とかがものすごい得意なエンジンの出番です。なのでそこでクラッチをガコンとつないでエンジンの力がダイレクトにタイヤに行くっていう、こういうもう完全なる役割分担で使ってるんですよ。なのでこういう街中走ってる限りエンジンの直結クラッチは絶対つながらないです。もうずっとエンジンは発電機としてクロコに徹する。高速道路行くとエンジンが主体となってクラッチがコンとつながるので、吹き上がり感とかが IMMD の2リッターモデルはみんなあります。それが 1.5 リッターでもあるかどうかっていうのが、この先、高速道路を乗っていくといろいろわかるかなと。
EV モードで強い、おお気持ちいい。あでもやっぱパワー領域、パワー領域に入るとエンジンかかっちゃいますね。でもモーターで260ニュートンぐらい出しているので、このモーター実はエンジンを直結したトルクよりもモータートルクの方がピークは大きいんですよ。なのでモーターめっちゃ力強いですよ。あ今回からあのこのパドルシフトを触ると、通常時を1としたら1回触ると2、もう1回触ると3っていう、この3段階、2段階調整、3段階ですね、3段階から選べます。通常時アクセルオフにした時に普通の車のようにちょっと弱めのエンジンブレーキがかかるような感じで減速します。で1回引くと何でしょう、高速道路を一番トップギアで走ってて一速落としたぐらいですかね。あのちょっと強まりますけどそれほど強くはないですね。でもう1回最大にしてアクセルをパッとオフにすると、あ結構これ後ろの人がおーって思うぐらいスズッと、あのだブレーキランプはつかないギリギリぐらいの減速感ですかね。まあ、結構軽快ですよ車。あいやもう僕表情出るんですいません。いやボディすっごいしっかりしてるんですよ。足すっごい動くんですよ。乗り心地いいんですよ。あの静粛性も高いんですよ。なので高速クルージングする上ではとてもいい車に仕上がってます、この乗り味。しかしながらハンドル操作に対してちょっとなんていうのかな、なんか直結してない、ダイレクト感が少ない、手に応えがバシッとしてない、なんかちょっとスポンジというかフィルター感があるというか、ダッとしてるとまで言いづらいけど、まあでもちょっとそっち系の傾向ですかね。あの狙ったとこに対してハンドルを切り出すとそこよりもちょっと切り遅れたかのような感じで曲がっていく印象ありますね。スポーツモードにしたら変わる？いやハンドル EPS の味付けも変わるはずなので、ハンドルの電動パワーステアリングの味付けも変わるはずなので、もしかするとそこがシャキッとするかもしれないですね、スポーツにすると。おおおおって説明しないと。いやあのスポーツにしたらエンジン直結でさっきも走ってたんですけど、そこにプラスモーターガンガン使うような感じで、ああ加速いいじゃないですか。へえ、あのスポーツにするともうちょっとアクセルを半分ちょっと踏んだぐらいで中身としては全開扱いに近いですね。もうパワーメーターで言ってももうピークまで振り切るような感じで、でなのでそこから先踏んでももうほとんど無反応区間です。あでもスポーツ気持ちいいですよ。モーターが随所で働きます。エンジンだけだとアクセル踏んだ時にこのアトキンソンサイクルそこまでグンとはいかないはずなんですけど、そこをモーターがスポーツモードにすると積極的に加速のアシストとして介入してくれてとても気持ちいい加速をします。で肝心のハンドル周りのその味付けもスポーツにするとちょっとドシッとしてくるので、このふにゃふにゃってする感じは少なくなるんですけども、基本の足は変わらないのでニャッとしますね。ちょっとこれを嫌がる方は足回り無限さんのにするであるとか、モデューロさんのにするであるとか、何か必要なんでしょうね。今スポーツモードですけど、なんかちょっと曲がりすぎてちょっと戻したりとか、少し曲がりが足んなくて、切り足したりとか、ちょっとこの辺りが上矢が少し動く感じです。上矢が
この路面のちょっとした起伏で動いてしまって荷重移動が勝手に左右方向で起きて、その分、まあ、前後でも起きて、その分曲がり方が変わって、ハンドル動かしてないけども曲がる旋回力が変わって、その分自分で自己修正するみたいな、ちょっとそういう傾向はありますね。あ、でもノーマルに戻すとやっぱハンドルすごく穏やかっていう表現も使えますけれども、なんかちょっとダラッとします。この感じで言うと、こういうビシッと運転するっていうよりも、なんかこういう肘をついて少しシートをゆとり持って合わせて、このぐらいちょっと、まあ、あんまおすすめしないですけど、アバウトな運転スタイルの方が、なんかそれを言ったアバウトな運転スタイルの時で、どうしてもハンドル操作とかもなんか無造作になんかラフにやりがちなので、そういうラフな操作もなんか受け入れてくれるようなハンドルスタイル、ハンドルの味付けになってるというのかな、まあ、それを狙ってんのかどうかは分からないですけれども、はい。さあ、ここ大きい段差、ドンドン、おお、いや、いいですね。あ、この乗り心地はいいです。今低速の大きい乗り心地、大きい乗り心地なんだそれ、大きい段差です。はい、今の乗り心地のとこめちゃくちゃいいですよ。17インチタイヤを考えてもいいと思います。やっぱこの乗り心地をかなり優先してきたんですね、ハンドリングでいうと。なのでこの伸び側をちょっと弱めてるというのかな、なのでハンドル切った時にちょっとこのクテっていう、このクテっていうのは内側がギュッと持ち上がってくる時に荷重移動が起きて生じる、やっぱ今ちょっとジャンピングスポットなんですけど、ここはよくトレーラーが、トレーラートラックが大黒ふ頭の方から荷物満載したトレーラートラックが走るので、路面がすごい傷んでるんですけれども、なのでちょっとガラガラガサガサ路面というか、目が荒いアスファルトの状態に結構簡単になってしまって、でも結構静かですね。そこでもザラメ路面でも、そう、ここザラメ路面、完全にアスファルトをあまり張り替えてないですね。やっぱセダンじゃないと出ないような静かさの部類はあると思います。やっぱワンボックスとか2台目のインサイトの時って後ろからの音の侵入がすごく多かったんですよね。なぜならやっぱハッチバックはリアタイヤが発生したグオーという音が直接車内に入ってきて響いてしまうので、でもセダンはその音がトランクスペースに入ってちょっと若干消音効果があるので、トランクに布団とか入れといたらもっと静かになるんですけれど、なのでやっぱセダンらしいそういう基本に忠実な特性がしっかり出てますね。個人的には2リッターもいいなと思いますけどね。 IMMD 意外とエンジンブ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 ン唸ります。それがこういう追い越し車線をガンガン走るっていう方はちょっと気になるかもしれないです。もう簡単にエンジンが今もですけど結構ブーンってなってて、その周波数帯が車内で共鳴する音になりますね。ちょっとこの辺りは気になる要素ですね。通常時エンジンがかかってないでとっても今静かです。この静かさはすごいと思います。とてもいいレベルです。でもこの静かなところからエンジンがブーンってかかったこの音が気になっちゃうんですよね。ちょっと音圧変化でいうと大きいかな。もう少し収めてもらいたいですけれども、IMMD はトランスミッションを持っていないので、その伸び感がどこまであるかっていうと、試しに今3本までにですよ、ちょっと踏んでみると、そこまで、まあ伸び感はあるんですけど、いやもう僕の表情で分かっちゃうと思うんで、もうはっきり言いましょう。2リッターの IMMD みたいな加速した時のうーんっていう吹き上がりの高揚感、IMMD の僕すごいなと思うのはエンジンの高揚感があるんですよ、吹き上がり感が。それはちょっとこちらはないですね。車両重量1370kg とか 80kg ぐらいのはずなんですけど、それに対して若干エンジンが非力感がちょっとあるんです。なのでもううーんって吹き上がりを見せることなく、もうどんどん回転を上げていかないともう走んないみたいな、エンジンがうなっちゃう感じですよ。そこ
はしょうがないのかなと。 1.5リッター、その分燃費 34.2 ですかね。JC08 モードでそれを確立しているというところかと思います。リアシート電動ファンが回り出しましたね。バッテリーがちょっと熱持ってきたんでしょうか。あのオーディオかけてたらほとんど気づかないと思いますけど、オーディオかけてなかったら電動ファン回る音すぐ気づきますね。今ここからはホンダセンシングを使ってよいしょ、ハンドルも任せる、ハンドル認知しなさい、まだしません。車間距離を、まあ、でも後ろバイクもよしかわいそうだから、あ、認知した、はい、で車間距離を詰める。こういうホンダセンシングだけではなくて、白線がなかなか認知しないなっていう時には、あの前の車との車間距離の切り替えスイッチを、ちょっと長いモードにしてあげると白線をどんどん積極的に読み取るというか、こういうのも使いこなしの一つのテクニックとして、はい。いや、しかし乗り心地がいい、収まりがいい、でもハンドルちょっとダラッとしている。ここは、ちょっと、少し残念かな。なので無限化モデューロの足回り入れるとどうなるのかって興味がありますね。この7インチモニター結構見やすいですよ。あのハンドル周りでこれも調整ができるので、これいいですね。街中戻ってくるとやっぱりこのブレーキタッチがすごいですよ。これハイブリッドの中でナンバーワンじゃないですかね。なんかこの間もハイブリッドの中でナンバーワンじゃないですかって言った記憶あるけど、どの車だっけな。でもいや、これめっちゃやりやすいです。いや、そう考えるとやっぱ街中が今回のこのインサイトとってもいいかと思います。で、高速道路であればもうだらっと直線基調で走るみたいな、なので高速道路とかをガンガン走りたいとか、なんかレーンチェンジのしっかり感が欲しいとか、ワインディングシャキッとスポーティーに走りたいっていう方は、このノーマルの状態で言うとちょっと足らないかなと。なのでちょっとスポーツサスとかそういうのが欲しくなるかなっていう味付けです。まあしかしインサイト狙い通りでいいんじゃないでしょうか。日常の実用車として、本当原点回帰してシンプルに車を仕上げた、そのシンプルさの一つでセダンを選び、荷物もしっかり詰めて静粛性も高められてとてもいいかと思います。まあ魅力的な一台になっているかと思います。まあ今後あのカートアップとかでもいろいろまたロングツーリング、この車連れ出したいなと思いますので、まあそこでもっと燃費であるとかもいろいろわかるかなと思います。約もう2500台売れてる、ホンダインサイトでした。今回のイーカライフ動画でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。またイーカライフを。平均燃費、今結構僕雑にいろいろアクセル操作とかしてましたけども、20.5 いいんじゃないでしょうか。いや、しかし段差の超えた時の乗り心地いいですね。